皆さんこんにちは、マミです。今日はベイビーシピカップを紹介したいと思います。一番最初にですね、なんでこの動画を作ろうかと思ったのは、スーパーマーケットに行きまして、で私と同じような新米ママさんがどのカップを買っていいのかわからないっていうのを、たまたま私その隣がベイビーフードのセクションだったんですけど、その時に相談されまして、でたまたまうちがちょっと先にうちのベイビーにシピカップをどのカップにしたらいいかっていうのをやったので、アドバイスをあげたんですけど、結構人種問わずみんな迷うことなんだなと思って動画を作ってみました。でまずうちが買ったのは、もううちもいろんな人に先輩ママに聞いたんですけど、やっぱりみんなそれぞれ違うということなので、うちがまず1個目買ってみたのはこちら、このカップです。マンチキンのこのタイプのカップを買ってみました。先がこう振り回しても水が出ないようになっていて、こう先がこう押したら出てくるタイプで、吸ったらこう押したら出てくるタイプになってます。こんなタイプです。はい、でこれをやってみたんですが、実際こうやって飲めばいいなと思ったんですが、一回口をつけたものをやらずで終わってしまい、こうやっぱりちょっと難しかったんですかね。一番初歩的なのはこれって言ってたんですけど、これだいたい600、700円ぐらい買ったんですけど、マンチキンの、はい、やらずで、次うちが買ったのはこれ、みんなの大好きガラピコプー、正式に買ったというかジジババが買ってくれたという感じですね。のでこのガラピコプーのデザインを試してみました。で最初はやっぱり 1,2 回分からなくて、まあ、当ててるっていう感じだったんですけど、こう振り回す、とにかく振り回す、すごい振り回すんですよ。でこれなんとちょっと吸い始めたんです。であいいなと思ったんですけど、とにかく振り回して、このちっちゃい穴がこう開いてるんですけど、よく水を漏らすということで、これ機能的に可愛いけど難しいということで、やっぱりまたマンチキンに戻って、今度このカップ3つ目、マンチキンのこのカップを買いました。でこのカップなんですけど、結構重りが、重りというかここからこう水が出てくるんですけど、重りになってて、こう水がある方にこう重りを傾けるっていう、傾いてくるんですね。それでこうグーってこう吸い上げる、吸って吸うようなタイプで、これかなり漏れない、多少は漏れますけど、全然こっちに比べたら漏れないので、これが持ち歩きを特に重宝してます。もうちょっとお姉ちゃんになったらこれがいいのかなと思うんですけど、今まだちょっと顔は確かにキャラクター可愛いんですけど、ちょっと振り回すことが多くて、そこら中水浸しに本当になるんですよ。なのでこっちで今やってます。マンチキンのこのシッピーカップ、そしてこちら使わないとき、持ち歩きのときはこうカバーになっていて、こう出てくるタイプになってます。でもただね、これでミルクとか入れると中に詰まっちゃって、一応ブラシとかもあるんですけど、あんまりおすすめしないです。やっぱりこのストレータイプっていうのはやっぱ水がいいですよね。一番おすすめです。水を飲むのにおすすめです。以上。もし参考になればいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。ではまた他の動画で会いましょう。 See you! バイバイ。